皆さんこんにちは。今日は JR の新大阪駅に来ております。今日は新大阪駅からとある切符を使って尾道まで向かいたいと思います。新大阪から福山までは山陽新幹線、福山から尾道までは山陽本線の普通列車で移動していきたいと思います。今回利用する列車は10時6分発上から4段目さくら551号鹿児島中央行きです。新幹線を福山まで乗るのなら一番上ののぞみ9号も福山に止まるので、それに乗ればいいじゃないかと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、今回はさくら号で行きます。20番線に上がってきました。今回乗るのは繰り返しになりますが、さくら551号鹿児島中央行きです。途中の停車駅は新神戸、岡山、福山、広島、新山口、小倉、博多、新鳥栖、久留米、熊本、仙台終点の鹿児島中央です。電車は8両編成での運転です。前から1号車、2号車の順で、一番後ろの車が8号車です。自由席は1号車から3号車、その他の席は指定席です。グリーン車は6号車の一部がグリーン車となっております。さくら号は新大阪駅が始発となります。20番ホームに到着後、車内整理が行われます。車内整理が終わるまで乗車することはできません。それでは車内整理清掃が終わりましたので乗車していきます。今回は7号車を予約しております。座席の配置は2プラス2の4列シートです。さくら号のシートはこのような感じで2列ですので、かなり広めに取られております。今回のぞみに乗らずさくら号にした理由はこの座席ですね。まもなく発車となります。そういえばさくら号には車内販売の営業はございません。終点の鹿児島中央まで車内販売の営業はありませんので、長時間乗られる方、飲み物やお弁当などは駅の売店、コンビニなどで買ってくる必要があります。列車は10時6分定刻で新大阪駅を発車いたしました。僕は今回途中の福山で降りるんですけれども、福山まではだいたい1時間ぐらいの乗車時間となります。新大阪を出ますとすぐに宮原の車庫が見えてきます。223系、225系など、またサンダーバードなどが止められております。宮原の車庫を過ぎますと自動放送が流れると思いますので、日本語の部分だけ収録をしておりますので、どうぞお聞きください。ご了承ください。車掌室は6号車です。
品物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また車内で緊急事態が発生した場合は直接乗務員にお知らせいただくか客室にある非常停止ボタンでお知らせください。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。
11時6分福山駅に到着いたしました。いつもの動画であればここで新幹線を見送って終わりになるんですが、今日はそういうわけにもいきません。ここから在来線で尾道まで向かいたいと思います。ではですね、在来線の乗り場に行こうと思うんですけども、僕この駅初めて来まして、当駅は新幹線直接出口がありませんということで、乗り換え改札で切符をお取りください。だいたい大きな駅では新幹線の乗り換え改札口の手前とかにね、新幹線から直接出口に出れる改札があるんですが、この駅にはないということで、必ず在来線のコンコースに来ないと駅の外には出れないということになります。次に乗るのは11時14分発普通列車の三原駅です。もうすぐ発車なのですぐに乗り込みたいと思います。最近 JR ではなく広島地区で力を入れてるみたいで、レッドウィングと書かれたね、JR シティネットワーク広島と書かれた列車に乗っていきます。車内はこのような感じで、補助席もある、よく新快速とかで大阪地区で見る新快速と同じような感じの座席配置となっております。列車は11時14分定刻で福山駅を発車です。福山から先はビンゴ赤坂、松永、東尾道、尾道の順です。それでは11時33分尾道駅に到着をいたしました。最後にこの227系を見送って終わりにしたいと思います。今回サイコロ切符でここまで来ましたが、尾道で何をするか何も考えてません。とりあえず尾道ラーメンを食べてゆっくりしたいと思います。この動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。